西山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のご質問は、西山さんが3次元の世界からこれは違うと感じたきっかけは、よければ教えてください。1つ目、1番は経営者のコミュニティで目覚めた人が増え始めたこと。2つ目、3次元とは善悪地球そのもの、誰かが正義で誰かが悪、それは立ち位置が違うこと。3つ目、多分日本は表層上の成功者みたいな取り上げであり、本当の成功者は見れない。4つ目、経営者の中で早い人は完全に真理の世界に向かい始めているということで、4つのテーマで話をしていきます。まあ、この質問自体が多分わからないと思うんですが、私が3次元の世界からこれは違うと感じたきっかけということなんですが、これ1月24日に公開した3次元全額地球みたいな動画があり、それを見ると今回のことが詳しくわかるというふうに思います。1つ目、1番は経営者のコミュニティで目覚めた人が増え始めたことということで、これ新たなクリエーションに行き着いた人たちと交わることでですね、力が伝染し能力が発動する人が増えてきたと。つまり新しい創造の力、クリエーションする力に目覚めた人たちが実は増えてるんですね。私は経営者のコミュニティに入っていて、600人ぐらい会員がいるところなんですが、そこはもう経営者しかいないので、皆さんが自分のビジネスを、いろんなパターンを使ってやってると、 TikTok やってる人とか Instagram でライブしてる人とか、私みたいに YouTube やってる人とかがいて、その中でどうやら能力が発動した人が出てきたという感じです。これはもうお金の話が一番分かりやすいんですけど、もう普通にライブすると1000万円売り上げ上がりますみたいな人が増えてきていて、この能力が伝播してる、伝染してるということが発生してます。でこれはコロナ前、コロナ中、コロナ後の移行で、前ですね、コロナ前は好きなところに行って、好きな人に会って、好きなものを食べて、何でもやってよかったっていう地球から、コロナ中、もう自粛しなきゃいけない、出かけられない、人に会えないっていう規制で、コロナ後、これがミックスされた世界ってことですね。なので、コロナ中に実は情報空間をよりうまく、見れる人、使える人たちがこの新たなクリエーションに入っているというのが今の時代です。なので住む場所が今までの肉体重視の世界ですね、もうどこかに行って人に会って何か食べてとか旅をするとかっていうところから、もう完全にインターネット上、要は SNS 上に自分の体が半分以上移動してきているような人が増えてきたという意味合いです。なので3次元だけしかない人は今も善悪で生きていて、肉体ベースで生きているんですけど、いわゆる5次元の人たちは肉体は持ってるけど肉体から離れていて、情報空間だけで普通にお金とかを生み出す、もしくはコミュニケーションを生み出す、愛とか調和を生み出す世界に入ってきたという意味合いです。でも、もはや何言ってるかわからないかもしれないんですが、この質問、これは違うっていうのは今の違いのことです。もう3次元だけの人と5次元に入り始めた人の違いという意味です。2つ目、3次元とは善悪地球そのもの、誰かが正義で誰かが悪、それは立ち位置が違うことということで、自動車販売と空気汚染っていうのはもう完全に相対していると。食肉産業とかペットということと動物愛護とは基本的に相反していると。まあペットは別に飼って喜ぶ人もいるんで、それだけではないんですけど。で、まあ薬を売りたいとか武器を売りたいっていうことも全部立ち位置なので、もう3次元の世界はもう立ち位置そのものです。なので、その自分で善悪を判断せずに、ただ立ち位置が違うだけっていう風に見れるようになると、1歩も2歩も次元上昇できるという感じです。3つ目、多分日本は表層上の成功者みたいな取り上げであり、本当の成功者は見れないっていうことで、これもうただのお金目当てからですね、本当クリエイターの世界に入ってきているというのが今の状況です。なのでもう地球も汚さず、誰にも迷惑をかけず、お金を増やせる人たちが増えてきていると。で、問題なのはさっきみたいに何かを大きく動かすってことですね。その
食肉のための家畜をたくさん飼うとかになるとその命が死んでしまうと、人間に食べられて死んでしまうとか、何かリゾート開発すればそこに住んでいる生き物たちが死んでしまうとかっていうことが起きてしまうので、そのような世界からもうただ情報空間にいるだけで、まあ電気代ぐらいですよね、かかってるな。でお金を増やせる人たちが増えてきており、これはもう調和とか愛のもう人間ではないレベルに入ってきていると。で今の他の生物がとか地球環境がとかっていうところまでこう注目してやってる人は少ないんですが、結果としてもう地球環境に優しいビジネスをしてる人の方が労力なくお金を増やすこともできるようになっているという意味合いです。6つ目、経営者の中で早い人は完全に真理の世界に向かい始めていると。でこれそもそもクリエーションの力っていうのは全ての人が持っているんですね。全ての人が持っていると、ただ使えないように育てられただけです。もう使えないように育てられただけ、いわゆる学校教育で記憶が重視されていて、本来であればいい学校に行ったからといっても仕事は成功しないのに、いい学校に行っただけでいい会社に入れてお金も増えるみたいな教育をずっとされてるんですが、もう全く違っていて、もうこの今の情報空間世界ではもういかにいい人か、信用されるか信頼されるか、力は本物かでしかもう判断されていないので、ここに今言ったクリエーションできる人っていうのは今のところですね、もう調和ができる、愛がある、信頼感がある、嘘をつかないとかなので、ここでもうパッキリ分かれていると。で善悪の人たちは常に誰かが悪だっていう攻撃をしてるんですね。そうではなく、自分の世界をクリエーションするには自分の世界を作って生きるだけなので、ここが全く違うと。この囲まれた地球の中で何が悪い、あれが嫌だっていうことを言ってる人たちは自分の世界をクリエーションできない、できないように育てられているという感じです。で今の子どもたちがここから先どこ行くかですね、もうマスクも強要されており、マスクするのが普通の幼少期に育った時に、じゃあこれ取っていいよって言った時に一体今までは何だったかっていうことも考えていかなきゃいけないし、一番大事なコミュニケーション能力を封印されていたので、ここから先どうなるかっていうのはかなり気になるところだというふうに思います。そろそろまとめですね。もうこの質問がちょっと難しすぎて、3次元の世界からこれは違う、私の解釈で3次元の世界に生きてる人と5次元に生きてる人はもう全然違うっていうふうに思ってることだと思うので、今言ったように情報空間を駆使して生きてる人と、もう肉体次元で苦痛とかこれ楽しいとかっていう生きてる人ともう分かれていると。もう善悪そのものにフォーカスしている人たちと、もうそんなことを飛び抜けていて自分の世界を作って生きている人たちの差がもう激しくなってきたという感じです。でこれはコロナが始まってから移行期間っていうのがあったんですが、ここに対して今非常にもうパッキリ分かれてきたという感じです。なのでアフターコロナはこの5次元地球に生きれる人しか生き残れなくなってくるので、前回の動画でも副業しろと、お金を稼ぐ方法を考えろっていう話をしたんですが、これからは性格を良くしてですね、人とのコミュニケーションでお金を生んでいくっていうことをやっていく必要があるかなという感じです。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、何かご質問があればコメント欄にご記載いただければと思います。あとチャンネル登録、基本的にはこのチャンネルではアンティークコイン投資、お金を増やす、守るっていうことから経済の話、支配者論から陰謀論から真理の話まで、で今日の話はもう真理の極みのところなので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見ていただければというふうに思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、 LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと、動画1本ついてました、動画見た人にですね、水曜日と日曜日 Zoom で30分間個別相談というのをやってます。アンティークコイン投資でお金を増やしたい人、守りたい人に対して個別相談してますので、ぜひ申し込みしていただければと思います。まあ、Zoom わからない人多いんですが、Zoom はスマートフォン、タブレット、
あとノートパソコンの人は私が送るリンクをクリックするだけ、デスクトップの人はマイクが必要となります。あと水曜と日曜ダメな人もいるんですけど、日時の調整もやってますので、全部埋まっているとか他の曜日がないかとかですね、日時合わない人は LINE 上でメッセージいただければというふうに思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。